ジョシュア・レッドマンはアメリカのジャズミュージシャン、サックス奏者、作曲家。アメリカ合衆国カリフォルニア州バークレー生まれ。同じくジャズサックス奏者のデューイ・レッドマンを父に持つ。1991年にハーバード大学を卒業後、出場したセロニアスモンクコンペティションで優勝、真に踊り出た。2作目のアルバム、ウィッシュでは、 父デュイ・レッドマンゆかりのミュージシャンであるパッド・メッセニー、チャーリー・ヘイデン、ビリー・ヒギンスをサイドに迎え、注目を集めた。その後は、同世代のブラッド・メルドー、クリスチャン・マクブライド、ピーター・マーティン、ラリー・グラナディア、ブライアン・ブレード、サムヤ・エルラと親交を深め、やや3等の名義でコンセプチュアルなアルバムをほぼ毎年、制作している。自らのカルテットや、エラスティックバンドに加えて、 サンフランシスコジャズコレクティブも率いて活動してきた。2009年末、ジェームスファームを結成した。ありがとうございます。